ええと、パリを散策した時に、高校の休憩時間に生徒や教師が高校前の路地にで雑談をしているところに何とか遭遇したことありますが、大抵その集団の方から大麻の匂いが教師が目の前にいるのにすごいなと思ったことを距離数が残ってます。世界的にソフトドラッグが解禁。今日になる中、数年後、日本でも同じようなこう。数十年後、日本でも同じような光景が見られるような時代が来ると思いますか？2 0年後ぐらいまでには日本も大麻普通にするようになるんじゃないですかね。あの、結局そのあの日本の人たちって保守的ではあるんですけど。 あの外国の人たちの文化に結構流されがちなんですよね。なのであのじゃあその LGBT 的なのでその外国がなんか LGBT にもちゃんと権利を認めようって言い出すとじゃあ日本もそうなのかなとかっていう感じで LGBT 認めますって言ってみたりとかそのなんか夫婦別姓とかも外国公だよねっていうとじゃあそろそろ日本もやんなきゃいけないよねみたいになってくるのででその先進国でいくと、まあ、中国。 シンガポール、まあ、東南アジア以外、大体の国ってもう大麻気にしてないんですよね。一応、その法律上、大麻ダメですよってことになってるんですけど、まあ、その高校生も普通に吸ってるよっていう書いてあるとり、そんな感じで、あのフランス、外歩いてると普通に大麻吸ってる人いるんですよね。で、最近だとね、タバコと大麻半々ぐらいまで増えてる気がするんですよね。なんかその、あのロックダウンのせいもあって、なんか、タバコ吸う人、フランスだいぶ減ったんですよ。 で、大麻の使用量が逆になんかすげえ増えてて、なんでなんか外で匂いを嗅ぐと、タバコと大麻半々ぐらいな感じで、まあそれぐらいタバコが減ったんですけど、っていうぐらいになってるので、多分あの流されて、大麻ッ OK っていう文化になっちゃうんじゃないかなと思いますけど。で、たまたま Twitter でリツイートしたんですけど、あのアメリカのマサチューセッツ州の売り上げが、あのお酒の売り上げを大麻が超えたんですよね。 要は、その、まあ、お酒で、なんか、えっ、ー、と4、4億円違う、400億円かなんか、違うのは40億円かかなんかの売り上げがあって、で、あの、大麻が、なんか、それ以上ありますよ、みたいな、そんな感じで。要は、売り上げとしては、もう、お酒より大麻の方が売れますよね、っていう状態になってるんですよね。で、やっぱ、その、あの、お酒って、ドラッグとしては、結構、あの、悪質なドラッグで、まあ、その、アル中の人、どうなるかっていうのを見ればわかると思うんですけど、それと、あの、肝臓を壊したりとか、 っていうあの割とその体を壊しちゃったりすることが多いんですよね。あのずっと飲んでると。で、あの、大麻の中毒の人で、何らかの、なんか内臓の器官がおかしくなるって話聞いたことないですよね。あの、働くのがうぜえみたいなので働かなくなるとかっていう、あの、ダメなやつにはなるんですよ、タイマって。<laughs> なんならダメなやつは作るんですけど、ただ、タ大麻長年吸ってるから体壊したみたいな話ってあんま聞いたことないですよね。 あとあの、まあ、飲酒運転で人殺したりっていうのが日本でもありますけど、であの飲酒運転で人殺すのと、大麻中毒であの事故を起こすのでいくとあの、飲酒運転で人殺す人数の方がアメリカは未だに多かったりするので、なのでそういう意味では、なんかあのちゃんと数字を比較すると、大麻の方がいいんじゃねっていうのが、割とその欧州だったり、アメリカだったりって出てきて、どんどん解禁されてるので、なので、あの海外が認めてるんだから、日本も認めようぜみたいなのが、多分20年ぐらいしたらなるんじゃないですか。 あの多分他の国だともうちょっと早いと思うんですけど日本は遅いので20年っていう数字を適当に言ってみました。